マルハバののちゃんです。皆さん元気ですか？私は元気です。じゃあ始めましょう。この飛行機は福岡から東京まで、私はエジプトに帰る日だったんでした。8年前、私は大学院として日本に行きました。友達と離れるのはとっても悲しかったです。私はまた日本に遊びに来るのはお楽しみにしています。絶対戻りますからとっても綺麗ですね、景色が。すごい。日本からエジプトは1日もかかります。かなり遠いですね。乗り換えは2回あります。直行便使ったら便利かもしれませんね。ぜひ皆さん、疲れに負けずに頑張って来てくださいね。エジプトは北アフリカにあります。アラビア語ではマスルと呼ばれています。例えば日本のことは日本、ジャパン、アラビア語だったらイェーベン。私はアレクサンドリアから来ました。アレクサンドリアは北エジプトにあります。だけど今はカイロに住んでいます。カイロは東京と同じく首都だからとっても賑やかです。まあ動画にもカイロの街とか撮りますので、お楽しみにしてください。チャンネル登録、あとグッドボタン押したらとっても嬉しいです。この山すごいでしょう。あー見て、すごいでしょう。後で詳しく説明します。これはなんか、あれこっち、これは何か。最後まで見てくれてありがとうございました。トトロかわいいでしょうちなみにこの写真はエジプトの北海岸に撮りました。じゃあマルサラーマー。